1921年、大正天皇の四巫女。左から皇太子弘人新皇、墨宮隆人新皇、三宮信人新皇、厚宮陽人新皇、秩父宮陽人新皇は、日本の皇族。大正天皇と定名皇后の第二皇男子。昭和天皇は兄、第125代天皇昭人は老い、第126代天皇徳人と、 秋篠の宮文人新王は、大いにあたる。日は節子。ご称号は厚の宮。三倉井は新王、お印は若松。日本陸軍の軍人でもあり、階級は少々。君統後級は大君以降三級。節子人の間に、子女はない。赤坂表町の秩父の宮御殿幼少の頃は、兄の道の宮弘人新王、弟の光宮。 信人ひととともに育ち、年齢の近い三兄弟とも仲は良かったという。兄弟の中では、最も活発であり、そのことは一つ違いのアニミアと、よく比較された。ガンウの取り合いでアニミアと喧嘩し、先に手を出すことも多々あった。しかし、兄がいないときは昇進であり、自ら、内弁喜びであったと、第二次世界大戦後に改装している。祖父である、 明治天皇には、よく玩具を与えられたと回想しているが、実際には、明治天皇と触れ合う機会は、天皇自身が公務を優先したため障害ほとんどなく、放御寸前まで玉音を聞くこともなかった。反面、義理の祖母にあたる正憲皇太后にはよく会い、兄弟や学友と共に芝居を披露したこともあった。1909年4月に学習院初等科入学。 学習院中等科2年修了後、皇族見入れに基づき陸軍、中央幼年学校予科、第2学年に、学友9人と共に編入した。この際、幼年学校側は新能に配慮し、2人称と1人称は学習院同様に、君から僕を生徒に使わせようとしたが、陽費とし新能本人が、貴様、俺を率先して用いた。在学中は、従来の武道以外に、 野球やテニス、卓球等の他のスポーツが、盛んになり、極東選手権競技大会も観戦する、等、陽日都市新が、幼年学校の興奮に影響を与えた。少年らしいいたずらや、失敗の逸話も残されており、同期の団結の中心となった。1920年10月、陸軍士官学校に入学した。同期には、服部卓リ郎、西田勢などがいる。 卒業後、1922年10月に陸軍省尉に任官した。1928年12月に陸軍大学校に入学、1931年11月に卒業した。陸大の卒業時には成績優秀であったため官令に反して恩師の軍刀を与えて、鳩の議論が共感の間であった。 1922年6月25日に20歳で青年式を行い、三宅、秩父の宮を創立した。宮号の由来は、秩父霊が帝都東京と同じ武蔵国の名山であり、陽日都市新納帝の西北に位置したことにちなみ、選定された。1928年9月28日、松平節子と結婚。成婚にあたり、 公体号に遠慮して節子と解明した。当時は正規の大恋愛と報道されたが、実際には自由恋愛ではなかった。非節子との間に結果として子女はなかったが、一度だけ節子が解任したことがあった。新能は非常に喜んだが流産し、新能は節子と共に悲しみに暮れた。九百三十年十二月五日、帝都復興記念賞を授与された。 1931年11月23日より、第一師団不評第三連隊の中隊長を務めた。不参時代には、安藤テルゾなどとも交流を持ち、彼らの革新思想の影響を受けた。本庄茂の日記によると、この頃に秩父宮は、昭和天皇に対して、申請の必要を解き、憲法停止も考えるべきと意見したため、激論となった。昭和天皇は、 鈴木勘太郎次重長に対して、秩父の宮の考えは断じて、不可と述べ、さらにこれを受けて1932年6月21日に、宮内大臣官邸において、市木喜,喜徳郎、木戸孝一、小野江文茂、原田熊夫が、秩父の宮の最近の辞局に対する、お考えが、ややもすれば、軍国的になれる点等につき、意見を交換している。畑江久彦は、 谷がイムから聞いた話として、秩父の宮が村中高寺に同行し、北一騎の自宅を訪問していたとしている。昭和天皇からの内容により、青年将校から引き離すため同年9月に、陸軍参謀本部第一部、第二課に転舗された。1935年8月、青森県弘前市の不評を第31連隊大三大隊長に任せられた。 雪子日も同行し、広崎市、高谷町の菊池を最行別邸に居住した。1936年2月26日早朝に、行動派生年焼コーラによって2.26事件が発生した。26日朝に、高松の宮信人新郎から連絡を受けた、秩父宮は、倉重修造連隊長の許可を受けた上で、翌日の27日に、大羽本線。 上越本線、新越本線、上越線経由で上京した。平泉清が群馬県の水上駅まで迎えに行き、車中で1時間半ほど階段している。平泉は後に、道のくの積もる白雪かき分けて今美の巫女は、登りますなりと赤を読んだ。秩父の宮は夕方に上野駅に到着して、憲兵の護衛を受け算大し、昭和天皇に配越したが、 翌日やだには、叱られたよと語っている。同日に、不山の森田里八大尉を介して、青年症候らに自決せよと伝えた。木戸孝一日記によると、昭和天皇は、秩父の宮は5.15事件の時よりは、よほどよろしくなったと、広畑忠敬次重次長に述べている。同年12月に、参謀本部第一部付けとなる。 太平洋戦争での台米海戦の4年前の1937年に、兄、昭和天皇の名代として、イギリスのジョージ六世国王の戴冠式に出席。その後は、西洋地として、スイス、スウェーデンとオランダを訪問した。当初の予定にはなかったが、ヘルベルト・フォン・ディルクセン駐日ドイツ大使の要請により、ドイツを訪れ、日独神前の証として、 ニュルンベルクで行われていたナチス党ニュルンベルク党大会に来賓として出席し、ヒトラー総統とニュルンベルク上で会談した。ヒトラーはソビエト連邦の指導者、ヨシフ・スターリンを激しく罵り、私は彼を信じない、また憎みますと口にした。これに対して秩父の宮は英語でお互いに一国の責任者として民族を指導し、 世界の平和に貢献しなければならない重大な責務のあるあなたのような方が他国の代表者をそのように毛嫌いしたりまた憎んでも良いものでしょうか。と返した。この面会について秩父の宮は月武漢の本間正春に対してヒトラーは役者だ。彼を信用することは難しいと述べている。昭和天皇独白録によると 日独遺三国同盟の締結が議論されていた1939年、同盟に消極的な兄、昭和天皇に対して、週に3度散大して締結を進めたが、この問題については直接宮には答えぬと天皇に突っぱねられている。1938年1月に大本営、戦争指導班参謀に、同年3月に陸軍中佐に、 1939年8月に陸軍大佐に昇進した。日本は1937年中華民国との全面戦争に突入していた。高松の宮が河北に出征していた官員宮春に王に送った書簡が神奈川県の小田原市立図書館所蔵資料から発見されている。中止方面の軍機風紀に関しては、 これか日本の軍隊かと、ただ断せられることのみ聞かれまして、1972年刊行の電気、秩父宮洋人志新能によれば、中国での戦線拡大事態に批判的で、早期収集派であった。京電、秩父宮著者でもある近現代史研究家の保坂、正康は、この書簡の内容について、南京事件について、昭和天皇周辺に伝わっていたことを示すと、 表している説古費と軽作業をする1940年に肺結核と診断され、翌年より静岡県御殿場で療養生活を送る。1941年3月に参謀本部府、1945年3月に陸軍省省に昇進したが、戦時中は御殿場別邸にて療養を余儀なくされた。戦後は療養生活を送りながら、 後続として、執筆を含む活動を行った。1946年5月23日、貴族院議員を辞職。1952年1月に、静岡県御殿場市から、神奈川県藤沢市区下沼別邸に移った。同年暮れに病状が悪化し、1953年1月4日に50歳で、皇居した。葬儀の様子皇居に先立ち衣装をしたためており、 その中で、遺体を解剖に伏すこと、仮葬にすること、葬式はいかなる宗教にもよらない形式とすることを指示していた。節子妃が天皇に許可を求めたところ、昭和天皇は秩父の宮の意思を尊重するようにとこれを即座に許し、皇族としては異例の病理解剖が行われた。1953年1月12日、葬儀は、 皇族として最低限の浸透形式で行われ、皇族、各国大使、スポーツ関係者ら800人が参列した。その後、無宗教での一般告別式が行われ、2万5000名、あまりの市民が秩父の宮の遺体に拝礼した。その後、午後1時から火葬された。遺骨は、同日午後4時20分に、豊島岡墓地の火沃塚形式の簡素な墓に、 愛用の品々と共に埋葬された。この葬儀に昭和天皇は出業しなかった。これは天皇が親皇など目下の者の葬儀に出業した前例がなく、皇室葬儀礼にも規定がないため、天皇が出業することで行々しくなり秩父の宮の意志に沿わないとの懸念から出業を断念したものである。ただし天皇、皇后は何度も意外と対面し、 翌13日には破壊参拝している。また秩父の宮存明寺の見舞いも天皇が見舞うのは既得の場合のみという前例から結局果たせなかった。42年後の1995年8月25日に秩父の宮日、雪子の皇居により秩父の宮家は絶景となった。秩父の宮新皇九1926年12月25日の兄、 昭和天皇の戦争から1933年12月23日に、老いのつぐ宮秋人と新王が誕生するまでの約7年弱の間、秩父宮は、後位継承順位第1位であり、筆頭時期宮語る講師であった。ただし、戦争した時点での年齢が、昭和天皇は25歳、後順皇后は23歳とまだ若く、後継の御子が生まれる可能性があったため、 スメラブ々とには削立されていない。また、令和における皇嗣である、秋史。旧皇室天畔制定から現在まで、皇位継承順位第一位で天皇に即位しなければ皇太子にもならずに皇居した唯一の親皇である。また、弟の高松の宮信人親王三笠宮高人親王とともに、明治以降で初めての皇帝である。この次に、 皇位継承順位第一位の人物が皇帝で皇太子が空位となったケースは2019年5月1日の第126代天皇特人即位から現在の秋篠宮文人新王である。ありがとうございます。